ってことは告白するしかねえ。いけいさす、いやいざむらいだ、どかっていけ、わら、サムライチムラ、サムライチムラ、サムライチムラ、あーオリックス、まあ2話目にすると恥ずかしいな。慣れるよ、その何この、どうもすみません、もう最初は恥ずかしかった。あ、確かに確かに。でもお前まだ恥ずかしがるよな、これみんなが集まるときにどうもすみませんって言わないよな。さあ、まもなく試合開始となります。どうもすみません、ルブレッシュです。始めたいんだよ、俺は。マジです、ルムです、マジです、ルムです。はい、あのすみません、市村の企画内容でもちょっとあの説明してもらえませんかね、初見の方がいるんで。お願いします。お願いします。人任せすんな。この企画はですね、ワンスイングしたらあのその後振っちゃいけないっていう話でしてね、今100号目指して頑張ってるんですよ。あと打点もね、打点を目指して頑張ってるんですけどね。はい、あの前回ね、あの2スイングしたのにね、だから今日のね初打席は振らないでって言ったのにね、あの見事振りましたね、こいつ。覚えてないなー。いや、5分前なんだよな、これ前回撮ったやつ。覚えてないぜ。あと1本で150、過去など振り返らない男なんでね。海馬くんじゃないですか。第2球、未来にしか興味ないぜ。海馬瀬戸社長じゃない。あれー、ホラビのバーストストリー。天才は未来にしか、あという8本ですね。あと8本です。柔軟試合しかないんでね、しっかりとね、100号は逆に止めとくから。お前存在価値なくなりよ、そしたら。100号まで打ったら、もうあとはもう、わざと強振だけどわざとホームラン打たないというゲートをしてあげようかな。ヒットにするという。難しいよ、それ。絶対打つ。市村企画、9月です。もうそろそろ終わりです。あ、そう、終わりなんだ。うん。引退だ。引退だよ。あの引退の前に CS と日本シリーズあるから。もうちょい続くよ。噛みました。これでワンアウト。出れるのか CS。負けたら首位陥落です。イーグルス。1位で行くんじゃい。上げたい9回です。ワンアウトランナー1塁という場面。はい、甘い。負けたら首位陥落でーす。頑張りますよー。危ない。メリーゴーラウンド乗ってる人危ない。直撃。止まっちゃったもんじゃねえよな、メリーゴーラウンド乗ってる間にさ。チャカチャンチャンチャンチャカチャカチャカチャン。危ない。その彼の記憶はね、私が次目覚めた時は病院の上のベッドだ。コンコン、市村です。え、入れ替わった。お見舞い。あ、そうか、お見舞いか。コンコン、市村です。すいませんでした。切腹するんです。切腹したいと思います。解釈人の人入ってください。切腹ボロ。何が起こったのか私は分からなかったが、そこには天才の首が転がっていた。オリックスバファローズに10がついたってよ、マジック。あとはチャクラも150本打ってたわ。たまには釣りしよう、釣りのことは忘れてた。大物が釣れた船。おお、うまいじゃんお前。3振り22匹釣っちゃった。でもあれでしょ。おっ、バサッ。おお、テレビ局に茶化しに行ってくるか。深夜番組やって下ネタ行っちゃおう。行っちゃおう。一歩侍。さあ、前日はね、あのやらかしましたね、深夜番組で。サムライ。あ、忘れてた。サムライ。忘れてた。サムライ。まマリーンズの先発は普通に喋り始めた。普通に忘れてたわ。対するイーグルスの先発サムライ。最初それ言うとなんかさ、その前にあったことを言えなくなるんですけど。守るプレイボールです。ちょっとバリエーション変えよう。次からサムラーイっていうか内村、はい、合ってなくない。あの俺とお前の声の高さとかトーン的に、あ、風すごい始めてる。重くさ引っ張ったれ。いや、わからんよこれ。ホームラン入る。取りました。これで1メートルの風、さすがにプロでも取れないから。先ほどのプレーです。イーグルス。あ、めっちゃ強風の中でね、なんか風して野球してもらいたい。0対0で迎える4回です。おーっと、風の装置使って。はいはい。アーチスト、市村。台風並みの、ね、ハロー系です。はい。なんでー。セカンド左横のゴロ、アウト。これで2アウト。いやー、今のはちょっと納得できないですねー。ゲームはこれから終盤になります。そろそろ1本打ってこう。あと7本ですよ、100本塁玉で。シーズン100本いったやつはまだいません。よっとー。ありがとうございまーす。効果が最近調子いい。それでいいのか。それでいいのか、市村、ほいほい。それでいいのか、市村、ほいほい。なんかヤクルトのあの点取った時の夏祭りみたいな感じじゃない。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。
違うよな、ね、東京温度だよな。失礼しました、失礼しました。ちゃんてかなざますよ、ちゃんてか。ごめんミスターキー、怒らないでいて。痛い痛い痛い、殴らんといて。痛い痛い痛い。間違えた、素手間違えた。イーグルス、プロ野球界で一番応援したであろうヤクルトの応援歌を間違えてしまいました。アーチスト市村、切腹だな。今日はホームラン、ラビラー、風が悪いぞ。だが入るんじゃないか。入らねえ。いや僕の中継びっくりなんだけど、何今の風、びっくりー。タッチはアウト。結構先般だ、結構先般。え、もうこれ1位無理なんじゃないの、オリックス勝ってたら。市村、この顔絶対倍じゃねえだろ。寺岡さんよ、 5.5 ゲーム差、オリックスマジック8って、そろそろやばくね。たまには。あ、じゃあそういったらどうなんの。大会出だしくれよ、大会出だしくれよ。なんだお前、差別か差別か。うわ、じゃあプロをちょっとひねってやるよ。チートイツ、お前プロなのに振り手すんなよ。みんなのできるわけねえだろ。まあ、それはまあ頑張れば。メットライフドーム、市村、危ない、市村、危ない、市村、危ない、市村。あー、22回戦の模様をお送りしてまいります。いいね。皆さん、あの動画を閉じないでください。対するイーグルスの先発は右の滝。これまで乗っちゃ良くないと思うんだが。イーグルス先制のチャンスを妄想だな。ツーアウトランナー二塁という場面でアーチスト、はい、それ、あ、やっちゃった。引っ張ったあげくだよこれ、引っ張ったあげくだよこれ、引っ張ったあげくだよこれ。二塁送球、ナイスランス。市村ナイス、迷いなく走ってたよ、ね、イーグルス。なおもチャンス、現在迷いはないのです。なぜならアウトになってもヘルもないと思ってるから。最悪のプレーです。チームプレーなんて考えておりません。投げた、決まった。さあデイビス、サービス、サービスカス。第3球見送ってストライク、バッター追い込まれました。低めの球をね、流し打ちしてね、投げました。打った、そうそう、そういう感じ、そういう感じ。あ、取られちゃった、ね、ました。これで3アウト。どこまで行くんだよお前。どこまで行くね。ゲームは中盤戦に入ります。さあ打率が戻ってきましたよと。さ、村井、投げました。バチコーン、すげえそのコース。この本塁打の角度が結局原点回帰になってる。一時期引っ張ってましたが、あれまだ95号やばくないでしょ。でもまだあるでしょ。10試合あってね、で1試合で2連発ぐらいしとけば大丈夫やろ。もう前のホームランで安く見てるから。リードで迎える。あ、打率が戻ってきた。ワンアウトランナー、ドラッシャライ。はい、戻ってきたよ石村が。ドラッシャイ、ドラッシャイ、ドラッシャライ、ドラッシャライ。あと4分やんないかい。市村、これで2打席連続のホームラン。あー、セブドームでホームラン打ってみてえな。チームメイトが、俺がさ、ステルードとか打ったらホームラン打てるようになるのか。なんでステルード打つの。無理じゃん、このままじゃ。先ほどのやばそうだけど、俺が薬注入したらさ、打てるようになるのかな。いや、俺が薬注入するのはさ、違反じゃないんだよね。大丈夫なんだよね。知らんがな。それでスポーツとかやっちゃいけないけどさ。え、そうだよ、ね、何やる気なの。8回の表、お、全打席全安打なるか。攻撃に入ります。バッターはサワに戻りました。市村、わーい、3発目、連発連発3連発、ありがとうございます。乗りに乗ってる。本当に調子の上下が激しいとこよ。本当に波が激しい。だってお前調子絶好調から好調になってくるのか。なんでそっちの方が打てるんだ。ね、はい、これはもう一人ですね。皆さん呼んでください。せーの、サムライ。さて本日のヒーローは市村。本日サーフォーマーの大活躍でございます。大活躍でした。メットライフルル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 ライオンズの先発は右の今井、はい、できれば皆さんもご唱和ください。右の則本、この両投手の先発が発表されています、はい、まあね、あのさあ、そうそう、曲終わりとなるんですが、曲終わり始めに変なの始めちゃいましたけど、もう終わっちゃうの寂しいからさ、最後に爪痕残そうと思って。変な企画だったなっていう。これからイーグルスの攻撃が、最初ホームランばかすか打って、途中から変な、なんか途中から投稿しなくなって、投げました。後半なんか変になってから。ハードグラウンドで飛びました。
これでワンアウトランナーはありません。市村は本当打てない球がないから全部手出しちゃうな。リードで迎える4回、まあ、手出したげっかファール打っちゃったらねもう終わりですよ。今日は全部前に飛ばしてますね。第1打席はファールフライに倒れやだなー。ただねそういうとこはダメなんですよ。これで2アウトランナーありません。マジで初球打ち多いな。初球持ってんだっけ。持ってます。シャイン終盤7回に入ります。バッターはアーティスト市村。今日はファールフライ試合展開がめちゃくちゃ早い。やだやだやられてんじゃん。3球で終わっとるよこいつ。さあ切りましょう。交番右の大曲がり最終回。こんな侍のねスイングじゃねえ後輩に負けしまうぞ。後輩そろそろプロ来るぞ気をつけろ。あいつには負けらんねん。はい見えないボールどっか行った。お森本さんがやったか違うか。98号か。残り2号で100号ですよ。大台です大台です。大台どころじゃなくね異形です異形です。薬物検査あります。ねこれは入るよ。さあリプレイです。ビビ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 ビ。もうメジャーリーグとかではね日本の薬物検査能力は低いから絶対に市村は分かんないだけだとか言われてそう。日本の球場が狭いだけって言われてる。乗り物見事な完封勝利。アリーグはい見てください。98本ですけど何が。あ村上さんの2倍ですね。あ何が。さあレディングで見てください。だいぶ差をつけられたな。松坂さんの大活躍がオリックスにねいい勝ち星をもたらしてるんだよな。はい、バケモン200打点いきたいね。 2.5 倍ぐらいある。あアキちゃんだかわいい。お、サボれちゃったよ。逆なんだよこれ。何屋さんや。寿司屋。いやまあ侍ですからね。いいね寿司屋。侍はね拙者の時代ではねまだ全然安い時でした。何にこだわってると思いますか。シャリネタわからない。凝っているところってのはシャリに凝ってますもんね。はい、あ当たり当たった。さすが日本の文化を知ってる。結婚しま…あー書いちゃった書いちゃった。至高の下に。あの子連絡先ないの。あーないんじゃない連絡先交換ぐらい。あれ見に来た見に来た見に来た。ええこれこれえ頑張んないといけないんじゃないこれ。あれ右上に多分出るんじゃね。農業関係の団体で。はいはいはい。何え感染ですか。えこの人ブレイク選手知らないんだ。お前それで言ってたかい誰でも分かる。コスプレじゃねえか。もうただの街歩いてる。そのユニフォームって本物だったんですかってやばいなこの人。おいいねいいね。ちょうど話をすれば連絡先くれた。楽天生命パーク。さあどうでしょうかね。稲穂アキちゃんいますかね。アキちゃんに105本塁打捧げます。その花束をアキちゃんまで投げます。なんか投げた瞬間に散らかりそう。さあどうでしょうか。いらっしゃいますかね。いるかな。いませんね。入っちゃった。でもどっかにいるはず。アキちゃん探して投げ込むよ。ライトかレフトスタンドにいます。どこアキちゃん届けどこアキちゃん。ちょっと飛ばしすぎじゃない。アキちゃんに100号捧げるよ。どこいるね。探せ探せ。まあ今の99本だから。あなたは投げます。逆転の場面。試合なんてどうでもいいわ。さあ残り1本ワンアウトランナー100本目いきましょう。アーチスト一部。ああまあまあまあどっかにいるかな。左のあーメリーゴーラン乗ってる。いけー100本いけ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 。どこアーチだ。花束持っていくよ。これが愛のパワーですよ。簡単にホームラン打つやん。いきなり簡単にホームラン打つやん。すげー中盤全然打てなかったのにめっちゃ打つやん。アキちゃんどこ。花束ちょうだい。では改めて花束ないのか。いやあると思うよ。この後探せ。まあ、100号だから何って言われたら何言ったっけ。合計じゃないからなシーズンだからな。何もなかった。まだ足りないって。イーグルス追う展開で迎える5回です。アキちゃんランナー1塁という場面でアーチスト市村。ああ今日3打点を上げています。アキちゃん見ててね。これがこれが男の切腹よ。腹切りよ。追い込まれています。5球は3球目。低めいっぱい見逃し三振。
ここは3球三振に終わりました。5回までが終了し、余計なことすんじゃねえよっていう顔してた。あの負けちゃうわ。亀岡降板。8回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。100本打っちゃったんだ。アーティスト市村、ここまで全打点を叩き出しています。え、投げた。他頑張れよ。キャッチャー落下点順にね。ファウルグラウンド、キャッチ。いないな、どこにも。帰っちゃったんじゃないの。うわ、取られすぎや。審査で敗れました。どうでしたか、稲穂ちゃん、あきちゃん。連絡19歳亀じゃないか。あ、そっか、こいつも若いんだ。寿司マジで可愛い。なんかなんだろうな、可愛いのにも可愛いけど、可愛いしないのがいいよな。そうでもないですか、こういう子は嫌いですか。いや、文章読んでる。いいと思います、この後の展開に。ってことは告白するしかねえ。いけー、一撃必殺居合侍だ、ドカーっていけー。ほらー、ほらー、うおー、うおー、うおー、